チェーンリアクションは1996年のアメリカ合衆国のサスペンスアクション映画。監督はアンドリュー・デイビス、出演はキアヌ・リーブス、モーガン・フリーマン、レイチェル・ワイズなど。エネルギー開発をめぐる陰謀に巻き込まれて命を狙われることになったエンジニアを描いている。シカゴ大学のエンジニアであるエディは新エネルギー発生装置を開発するための科学、プロジェクトチームに参加する。自らエネルギーを生むや新しい技術は革命を起こし得るものだった。だが、それは石油など既存のエネルギーを駆逐するため反発も大きかった。実験成功の打ち上げパーティーの後、バークレー博士が死体で発見され、その上研究所は爆破されてしまう。エディは FBI から、バークレー博士殺害の容疑者として指名手配され、追われる身になってしまうが、自身の無実を証明すべく、陰で糸を引く組織に立ち向かう。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、物語の核である、科学の飛躍的進歩を皮肉った、チェーンリアクションは、よくある常套的な逃走劇スリラーである。であり、33件の評論の内高評価は 18% に当たる6件で、平均点は10点満点中 4.20 点となっている。ありがとうございます。